クリスティアン・ギュンター・フォン・ベルンシュトルフ伯爵はデンマーク王国とプロイセン王国の政治家、外交官。デンマークの政治家、アンドレアス・スペーター・フォン・ベルンシュトルフの息子として、1769年4月3日にコッペンハーゲンで生まれた。父の指示により、外交職に向けた教育を受け、1787年にスウェーデン国会が開会する時のデンマーク代表のアタッシェを務めた。 1789年、母方のおじ、フリードリ・ヒレオポルト2・シュトルベルク・シュトルベルクが、デンマーク大使を務めるベルリンに派遣された。シュトルベルクの影響力とベルン・シュトルフ自身の、社交力により、出世街道をひた走って、臨時代理大使に任命され、1791年には、全権行使に任命された。1794年、 より重要なストックホルム駐在デンマーク大使に転じたが、1797年5月に父が帰国に陥ったためベルンシュトルフは代理として本国に召喚された。同年6月21日に父が死去すると、その後を継いで数密院議長と外務大臣に就任した。その後、ベルンシュトルフは1810年5月までデンマークの外交政策を担当したが、 1801年4月2日のコペンハーゲンの海戦と1807年のコペンハーゲン砲撃とデンマーク艦隊の打破といった難局に直面した時期でもあった。デンマーク外務大臣の職から退いた後、しばらくは公職につかなかったが、1811年にウィーン駐在デンマーク大使に任命された。1814年1月にデンマークが キール条約で戦争から脱落すると、ベルンシュトルフは公的にも大使に復帰した。彼はオーストリア皇帝フランツ一世と共にパリに向かい、1814年の第一次パリ条約の署名式にも出席した。ウィーン会議では弟のヨアヒム・フリードリ・ヒホン・ベルンシュトルフと共にデンマーク代表を務めた。1815年に、 再び退仏大同盟諸国代表と共にパリに向かったが同年にコッペンハーゲンに戻った。1817年にベルリン駐在デンマーク大使に任命され同時に弟ヨアヒムがウィーンに派遣された。翌1818 18年プロイセン王国最相カール・アウグストフォン・ハルデンベルクからの昇平を受けてプロイセンの外交官に転じ1818 18年10月の アーヘン会議にプロイセン代表として出席した。以降はトロッパウ会議、ライバッハ会議、ベローナ会議に出席、ドイツ関税同盟の結成も推進した。1830年革命では、ベルギー独立革命とポーランド11月放棄がヨーロッパ全体に飛び火するのを防いだ。1824年以降、通風に悩まされてきたが、激務で病状が悪化し、 1832年春には外相を辞任した。外相の後任は副外相を1年間務めていたフリードリヒ・アンシロンとなった。1835年3月18日、ベルンシュトルフは死去した。プロイセン外相としての経歴では、プロイセンの国益よりクレメンス・フォン・メッテルニヒと申請同盟への追従を優先したとの批判もある。 実際の行動においては1815年ウィーン条約と1819年のカールスバート決議への支持があり、トロッパウ、ライバッハ、ベローナ3会議でもメッテルニヒを支持した。一方で、ドイツ関税同盟はプロイセン王国のドイツにおける派遣の礎であり、1828年に勃発したロット戦争ではメッテルニヒを支持しなかったため、一概には言えない面もある。 ありがとうございます。